こんばんは。赤リンゴ帽子です。こんばんは。なんか見えない帽子が。ひょ、こんな感じ。キャラの決済今日までだって頼んだ、みんな。初めて、1回目の。ちょっと見せられないね。痛いね、結構。ほら、痛い。なんでこんな痛いん、注射なのに。腫れてはないんだけど痛いんだよね、なんか張ってる感じ。まだ貼ってる。え？剥がしていいの？今日お風呂入っていいのかな？ファイザーです。お風呂はいい。ああ。でも今日全然大丈夫だって。ピアノ弾いてた4、5時間、3、4時間、あ、どっちでもいいけど余裕で弾きましたよ。次の日が痛いらしいね。でも病院の先生さ、めっちゃおもろくて、なんかよくね利用させてもらってる病院で打ったんだけど、なんかめっちゃ面白いの先生。なんかね、で今日はねワクチン打ちますけどファイザー1回目いきますよーみたいな、すごいノリノリで、めっちゃノリノリやんとか思ったんですけど、でその後、いや左と右どっちがいいんですかって言われたから、あ、右利きの人だったら大体左ですかねって聞いたの。まあそうだろうなと思って、左ですねって言われると思ったの。だからじゃあ右利きなんで左ですかねみたいなことを言ったら、いやそれはもうあなたの気分次第ですって言われて 気分がどうかによります、それはもう右の気分の日もあるし左の気分もある日も思いますって言われて、大体こういうの聞き手じゃないとね、それ聞
き手じゃないのをおすすめするくないと思って、でもなんかもうおもろすぎたんでそれが「じゃ左の気分です」って言ったら「よし左の気分だね」って言われてそうでシュンって打って打たれて、そうめっちゃおもろかった。あー大変だねほんとあんたらも、いや検査とか結構ねしなきゃいけないしねみたいな言われてST って知ってて検査とかしてもらってるからよく、だからなんかこの前もねテレビで見たけどね、あー一瞬やけん誰が誰かわからんかったわでも頑張ってね大変よねって、いや私も人生で一回ぐらい人前で歌ったりしてみたいもんやわって、先生も歌ってみたらいいじゃないですかって言ったら、いや私が歌うのはせいぜいカラオケボックスぐらいっすねみたいな、なんか喋れるだけ喋ってた、めちゃくちゃおもろかった、うん、ポップすぎた、なんかねチャラいっていうかおじさんなんですけど、なんかね多分鍛えててムキムキなんですよ、だからすごい若々しくてムキムキのおじさん先生なんですけど、めっちゃおもろかった。でそのいつもさ診察とかでもさ、まあ2分ぐらいしか一緒にいないのに、一緒の空間にいないのに、この人ただものじゃねえって毎回思うんですよ今日はただものじゃなさがはもうぶち抜けてました、ぶち抜けてました。いやめっちゃ人生楽しんでると思う。そうすごい、まあ、いわゆるその変な人なんですけど、でも医者だから多分ちゃんと頭いいじゃないですか。そのギャップもおもろくて、あやっぱただものじゃないんだな何の先生なんだろうね、わかんないの。普通の病院だからなんかその風邪とか見る人なんじゃない、わかんないけど、その先生のおかげで全然怖くなくて、注射が助かりました。めっちゃおもろいあの先生。はあ、私が右手って言って止めてくれたのかな。だって普通に考えてさ利き手じゃない方にするよね、筋肉注射だし。右手って言ったら止めてくれたんだろうか、ちょっと不安だな。今度右手にしますかとか言ってみようかな。どこまでノリで返してくれるのか試そうかな。なんかとんでもないこと言ってみようかな。ね、泳がせたいよね。いや本当にいい先生だわ、面白かった、楽しいワクチンだった。前行きでありがとう、あ自分で打ちたいとか言ってみようおもろ、左足でっていうの。でもね多分結局そういう人ってさ真面目なとこは真面目だから理にかなってないことはしないと思うんだけどな。面白かった、私注射基本的にダメなんですけど全然今日痛くなかった。しっぱりしてもらえばよかったのに。そうね、可愛い頑張って塗っておりました、最高じゃん。え、明日痛いのか怖いな。野菜ジュース飲もう。一番おすすめなのは緑のジュース。よいしょ。さあ飲めすぎたろ野菜ジュース。
私が決めた、今決めた。緑のジュース、はい。ポピポピポポペッポ。でもなんかこの辺が痛い。脇腹からここに二の腕にかけてが結構痛いですね今。でも全然手腕上がる。おお。あ、解熱剤処方されたよ。そう、解熱剤処方されて、で飲んでもいい、飲まなく、なんか熱が出たら飲んでみたいな、飲まなくてもいいけどみたいな感じだった。そういうとこちゃんとしてて受けた。こんばんは。でも1200円もかかった解熱剤10錠で。高くない？薬価120円もすんの？カロナールって。カロナールの薬価調べよう。カロナール薬価、カロナール薬価。高いよね。普通に高いんだけど。あ、3割負担か。はあ、はあ。わかんないよこれ見ても。それな、まひちゃん活動再開よかった。それな、嬉しい。病院で処方される買うのは1000円ぐらい、まあだったらまあ妥当か。確かに自治会の日大丈夫かな。あ、ギルバト出てない。どうだったんだろう。勝ってんのかな。あ、洗濯終わった。干さなきゃ。あ、勝ってる。ナイス。まひちゃん配信してた。あ、よかった。よかったね。確かに明日台風だ。広島。温帯低気圧に変わるみたいなの書いてたけど、台風ってすぐさ変えるからね、性質みたいなの。すぐね進路とかね、だからさ分かんないよね。とりあえず明日は家から出ないように、なんかとりあえず安静にしとこうと思います。ワクチンも打ったし、初めてのさ菌を体内に入れるってすごい
大事じゃないですか。だからちょっと明日は安静にしてます。今日は美人さん、嘘、もう今日は違うんですよ。私はみんな知らないかもしれないけど、私普段このスタイルよ。私は病院行く時とかスーパー行く時とか、あとメンバーとただ会うだけの時とか、レッスンの時とか、あと新幹線移動の時とか、大体行こうよ。髪くくって、で前髪もうこんな感じ、イエーイみたいな。もう前髪適当で、もうメガネしてるからこれに、で帽子かぶってだいたいボサボサは隠して、で下はなんかこういうもう寝れるようなズボンで、上は T シャツみたいな。前髪あったらさ邪魔だから、メガネの。そう、アイドルモードじゃない時だいたいこうで、マスクしてる。普段メンバーの前ではこの顔の方が多いかもしれないです。松屋もこの顔で行きます。病院もこれで行くから。だから病院の先生さ、 CM 見たけど誰が誰だか分からんかったっていうのは、多分さそのアイドルモードとその普段モードが違いすぎるからじゃない。メンバーとご飯行くときとかこんな感じ。いや、オーラはないよ。だってね、私2日前ぐらいにロケがあって、とあるお店に行ったんですけど、そこのお店で結構デカめのロケをして、店員さんともなんか記念写真とか撮ったりしたんですよ。なんか皆さんと一緒にみたいな、スタッフさん全員来てみたいな感じで写真撮ったりしてロケしたんですよ、とあるお店で。でそこのお店がすごいいいなと思ったから今日行ってきたんですよ、ランチに。ワクチン打った後この感じでそしたら、でその時、おととい3日ぐらい前のロケの時に会った店員さんもいたんですけど、誰一人気づいてなかった。だからオーラがない。受けました。確かにこれでメガネしてマスクしてたら分かんないか。そんなもんなのかな。でも肩行ってバレても気まずいけどね。なんか、え、待って、恥ずかしさが立ってないのに来たじゃんみたいな、バリバリ店気に入ったやんみたいな、ね、ちょっと嬉しいのかもしれないけど、恥ずかしいから、気づかれても恥ずかしいんだけど、気づかれないのもちょっと受けた。まあでも衣装で生きてるわけじゃないからね。
怖いな、明日痛いのかな腕。待って、今日ツイート何もしてないじゃん、私としたことが。もうツイートする写真もないからな。なんか引用リツイート、しやすいし、なんかないかな。わ、スチューデンスとか出てたら引用リツイートで行きたのにな。スチューデンス出ときたかったな。マヒちゃん復帰、まあ、確かに。でもなんかマヒちゃん復帰おめでとうっつって、おめでとうなのか、なんかめでたいのか。コロナにかかってるんだからめでたくはないだろって怒られたらやだな。うん、そうやってなんか、うん、意味わからんコメントしてくる人いるからテンション普通に下がるから嫌なんだよね。うん、沖ちゃんワクチン打って腕痛いって。ああ、そう、沖ちゃんと同じだった今日。私も腕痛い。おかえりんごー、谷口。私さ、谷口まひな、まひちゃんってさ、まひなの字が結構難しいっていうか、まひなって言ってもまひなの漢字が出ないんですよ。だからその辞書登録してて、まひちゃんの字を。そうだから谷って言ったらね、谷口まひなって出てくる。いや、ちょっとやめとく、私もやめときます。今日はツイートなくていいや。そんな無理して、無理やりツイートしてもね、後からね、いやこのツイートクオリティ低っと思ってどうせツイ消しするから今日はいいや。みんなおやすみー。え、マキナで売ってるの？みんなもゆっくり寝てね。いやーでも今日は完全に秋だったわ。秋だねー。秋だも。じゃあ明日は台風に気をつけて過ごそうと思う。今日はね、明日の朝ごはんも買ったから、きなこ揚げパンデイリー山崎で買ってきたから88円。かなぶん、ありがとう。
近いし、ありがとう。監督かわいいね、ありがとう。青太郎今日も美しいです。くだかりは天使、イエーイ天使。ネロありがとう。今太郎僕はこの目の中でいつかお会いする日が。青いつ会えるん。青やしお疲れんこの台風気をつけて。では気をつけます。もう締め切る窓をドアを。うーた、ワクチン打った後は地球の重力に逆らわずに生きてた。じゃあ寝ます。私もタイマーユーラシ福田好き、おやすみ。あかりかわいい、服もかわいいね、嬉しい。かんちゃん明日熱や痛みが出ますように。お疲れんこ体質だよねこれだけは本当。ぶっちゃん2回目の接種後が心配なのでどっちの腕がよく考えて打ってね。台風で飛ばされないようにね。飛ばされる可能性あるよね。勝也ありがとう。チロありがとう。というわけで私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。鬼押すと福田は瀬戸内サンドの飯はうどんで決まり。うわえお肌もちもち。香川県出身のくちゃんが福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみ、めでみです。すごい自分のお肌がもちもちすぎてびっくりした。若いかも。もちもち。疲れんこ、おやすみ、めでみ。ありがとう。ギフトもありがとうございました。すごいもちもちだ。おやすみ。もうお餅なのかも。確実にお餅だ。バイビー。おやみん。